さあ、やっていきます。桜台線実況、なんだっけ、パリじゃねえわ。帝都の大変な一日みたいなのの、その2でございます。西部労働できない。とりあえずもう、ちゃちゃちゃっと、ちゃちゃちゃっと、ちゃ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 、狭いか、ちゃちゃちゃっといいや。ちゃ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 っと。とりあえず、ホールのあたり、食堂、楽屋、ホール、厨房行って誰か人いないか。ピコン。厨房でマリアかい。料理を作ってるんだっけ？よかったら接続は違うだろう。え？手伝っていいの？ロシアのシチューだね。知ってます。あれ？はあ。早く買い物に行った方がいいんじゃないかな。しかもミニゲームときた。おろ？今回はすごいですね。ミニゲームが2連チャン。2連チャンというか、パート1とパート2で2連チャン。ふい、これは難しそうだぞ。アニメしっかりしてる。これはあれですね。クッキングママですね。なるほどね。これは難しいぞ。2、1。212123212213。うほう33。 ああ、ダメだダメだ。212塩コショウ一振り。 任せとけって。火力ボタンに調節して30分間。ちょっとこれ A ボタンで加減なんだけど、難しくないですか？連打しとけばいいか。人参の大きさがめちゃくちゃです。30点。まとまりがない。0点。火が弱すぎた。40点。25点。おい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 。これはきついんじゃないか？かあ。この人参だってさっきのやつがバラバラなんだもんな。まあまあできたと思ったけど。ここに来て、かなり難易度の高いミニゲームをお見舞いされてる。3、2、1。どうでしょう？次は調味料で味付けです。メモ取っていい？ダメ？あ、メモ取れいいじゃん。あ、ちょっと待って。あ、取れない。ケチャップ1、塩コショウ3。2ぐらい。2ぐらい。3ぐらいかな。213。何が213とか言ってるのか自分でも分かんない。一振りのダメだ。バカ。最後はバカ。いよいよ煮込みです。記憶がアルツハイマー並みになってるな。あそこら辺でキープだな。これだけは完璧にさせていただこう。これは記憶が必要なとこではないし、タイミングが必要なわけでもない。
よっ隊長すまんな、これはちょっと料理はあまり得意じゃないということになっちゃいますな。大きさめちゃくちゃか、まあまあ頑張ったんじゃないか。0点、煮込みはちょっと火が強い、17点、さっきより下がっとるやないかい。こんなことだったらこのイベント起こさなければよかった。無駄に株を。男はな、料理なんてできちゃいけないんだよ。男はな、男は繊細な料理なんか作っちゃいけないんだ。割と現実では料理作るの好きなのに、こんなボロボロの料理を作ってしまうなんて悲しいよ。僕はね、悲しいよ。良かれと思ってね、作ってるわけさ、料理を。スミレクニアリス、準備のはどうだい？もう少し。任せとけ。また安請け合いをしよう。剣。王冠。はい。カツラ。衣装部屋とか道具部屋とかじゃないかしら。じゃあまた後で。衣装部屋、道具部屋。え？衣装部屋か。道具部屋。剣と置いてと。ほい。こういうのは楽でいいね。カツラ置いてと。よし、スミレ君のところに戻ろう。このまますっぽかすとどうなんだろうな。仕事はしっかり。しかし、帰ってこない。やれやれ、やっと終わったよ。で、ロビーに行って、玄関に行って、さくら君に自止めで叱られると。あれ？俺がなんか間違えてる？ロビー？あれ？会話ちゃんと聞いてなかったですかね。会話ちゃんと聞いてなかったかな。さくらくんとコーランと一緒に。あれ？あれ？これまずいやつか。テラス、まずいですね、まずいですね。あれあれ、もう行くあてがない。食堂、あれ、もう一回楽屋に戻る。最低すぎないか俺。最低すぎないか俺。さくらくんは一体笑いを取りに行く。あれ、さくらくんは一体どこに。こんな大すっぽかしをしといて。ああ、これはちょっと心苦しいな。胸が痛いぞ。さくらくんは、さくらくんは、皆さん、あの、さくらくんのことを忘れてらっしゃらないですか。さくらくんのことを忘れてらっしゃらないですかね。ちょっとみんな、みんなさくらくんのことを。何やってんだこいつら。ちょっとこれは時間切れを待ち。あー、
ちょっとロードしてやり直していいですか。これはかわいそすぎる桜が。みんなちょっとひどいな。みんなちょっとあの女子の闇を見ている。さくらくん、さくらくんと一緒に買い出しに行くつもりだった大神。雷、たぶんね、今一瞬迷った。せめてここでは。あら、どうなさったの。カミーヤ、あんたがこないに怖がるとは思ってもみいひんかった。カミナリ様に、おへそ取られちゃう。声が。はあ？はあとか言っとるよ。はあとか。あなた本気で言ってるの？ピンポンパンポン。大神少尉、大神少尉、米田長官がお呼びです。司令室までお越しください。あの、桜と一緒に買い物行くのはすっぽかしたのはもういいんですか。隊長、米田長官が。しかしです、わからん。いやちょっとこれはわからん。どっちかわからんかった。隊長、私たちに任せてください。そうか。それにしてもさくらはよっぽど幼い頃、隊長として半端な判断を下しているな。こういうところが俺のダメなところなんかもしれん。するべきところはしっかり、任せるところはしっかり任せると。大神、参りました。すまん、ちょっと遅れた。ついにクロノスカイの目的を解明したぞ。なんですって。条件三期のことは別にどうでもいい。つまり奴の将棋の後には必ず奇妙な機会を残されているということが分かったの。へえ、これだ。そんなことより桜くんのことは気になります。てか、あの帝劇みんなで話さなくていいんですか。くさび。寛永寺がクロノスカイと関係が。寛永寺を設立したのは天海大上層、クロノスカイの首領よ。天海、私たちの調査で機械に見つかった地点が赤い点よ。芝、築地、浅草、九段下、深川、ここと、あとわからんな。ここ？これに蒸気塩酸機が割り出した仮想地点、日比谷公園を加えると、なんでしょうね。これは？何？魔法陣が完成すると。ほう。この魔法陣が完成すれば、帝都は確実に魔の支配下に落ちる。魔の支配下。魔法陣によってどれほどの破壊が行われるか想像もつか。天が裂け地が割れ、あらゆる災害が奴らの意のままに起こり、帝都は永遠の地獄と化すだろう。これこそが奴らの仕掛けた魔術だったの。なんてことだ。400年前の魔人。西洋の文化に染まった私たちは帝都を汚す不届き者というわけ。まあ一理あるかもしれん。もはや君たちは制服を着ていない、制服というか着物を着ていないものな。和物の文化がなくなっている。ほい、了解しました。魔法陣によって帝都を破壊するなんて、この使い目なんてことを考えるんだ。戦闘配置。さくらくん、大丈夫か？ちょっと、いいですか？構わんよ。さくらくん、構わんよ。ということで、セーブしますか？セーブしますか？ 14 分ですか？ちょっと、いいですか？からセーブします。じゃあ、ここまでしますか。ほいじゃ。次回のパートでお会いしましょう。ほなまた。